ロシアで最大の航空ショーが開催され、最新鋭ステルス戦闘機を初披露しました。今回はこのステルス戦闘機について詳しく見ていきますね。名前はチェックメイトといい、最も驚くべきは価格です。激安販売を行うみたいですよ。家電か、保証はあるんですかね。ちょっと心配です。2021年7月20日から25日にかけて、ロシアの首都であるモスクワ近郊のジューコフスキーにおいて、国際航空宇宙ショーの MAKS2021 が開催され、事前に噂されていたロシアの新型第5世代戦闘機、チェックメイトが披露された。このチェックメイトは、ロシアにとっては、スホ、B57 に続く2機目の第5世代戦闘機であり、後者が総発の重量級であることに対して、単発の軽量級であり、アメリカのロッキード・マーティン社の F-35 ライトニング2と同様のコンセプトだ。チェックメイトは、スホ、イハワ、15と表記されるケースも散見されるが、ロシア軍に正式採用された場合の予想名称であり、今のところ、その確定情報はなく、国外輸出を念頭に置いた機体だと推察されている。チェックメイトは、ロシア国営の軍事コングロマリット企業ロスティック社に連なる統一航空機製造会社 UAC のスホーイ設計部署が手掛けた戦闘機で、MAKS2021 の開催前に、一足早くプーチン大統領に披露されたという。MAKS2021 に登場したとはいえ、チェックメイトの具体的な寸法等は公表されておらず、その仕様は、ロスティック社や統一航空機製造会社 UAC がコメントした内容に未だ止まっているというのが実情ではある。ロスティック社や統一航空機製造会社 UAC によれば、チェックメイトは正面方向への高いステルス性能と飛行能力を両立しており、単発の第5世代戦闘機として世界に類を見ないほどの実力だと自称している。チェックメイトは、最大速度マッハ 1.8 以上、最大航続距離約 3000km、よって、最大行動半径は約 1500km、およそ 7.4 トンの兵装量を搭載可能で、超音速巡航と短距離離着陸が可能と言われている。これは、F-35 ライトニング 2A 型が、最大速度マッハ 1.6 以上、最大航続距離約 2200km、最大行動半径は約 1239km、およそ 8.1 トンの兵装量を搭載可能で、超音速巡航も可能なことと比して、確かに互角以上にも聞こえる。また、チェックメイトには、頭に LTS という記号が当てられているが、これは、同機が、ライトタクティカルエアークラフト計画に基づき製造されたことを表し、日本語にするならば、軽量戦術航空機計画を意味している。ロスティック社や統一航空機製造会社 UAC は、チェックメイトは AESA レーダーを機種に搭載しており、これにより各種用途の短距離、中距離の巡航ミサイルを統制し、高い攻撃力を実現していると主張している。この AESA レーダーによって、チェックメイトは空対地、空対艦、空対地のそれぞれの目標に対して、最大で6つの目標に対する同時対処能力を有しているとされており、F-35 ライトニングに同様にマルチロール戦闘機とみなせるだろう。今後、チェックメイトは2年以内の2023年中での初飛行を目指しており、それがスケジュール通りに順調に進めば、2025年以降に量産化に入るとみられ、すでに、自国以外の海外の国に、300機以上の輸出を念頭に置いている模様だ。ロシア側では、アジア諸国をはじめ、中東諸国や中南米諸国を、チェックメイトの輸出対象国のターゲットとして認識しているとみられ、アジアでは、特に、インド G で、
ベトナムが有力な導入先として浮上している。また、中東ではアラブ首長国連邦、中南米ではアルゼンチンが対象とみられ、これまでもロシア製の戦闘機や航空機を調達したことのある国々が多いが、アラブ首長国連邦はアメリカの F-16 戦闘機等も導入しており、去就が注目される。ただし、軍の規模や予算額から見ても、最大の対象国がインドになることは確実とみられ、インドはヒマラヤ地域における中国との国境紛争を抱えており、中国が自国産の第5世代戦闘機 JA-20 の配備を進めることへの対抗策とする可能性が高い。近年の戦闘機の単価は、導入するロット数や付随する諸費用によって、国ごとに異なることもあり、単純比較は難しいが、例えば日本が調達中の F-35 ライトニング2の A 型、B 型の平均額は、およそ1機で120億円とも言われている。これに比して、チェックメイトは、現在1機あたり約 27.5 億円から約33億円ほどだと、ロスティック社は唱えており、アメリカの F-35 ライトニング2に対して、非常に高い費用対効果を生むと主張している点が興味深い。こうしたチェックメイトの廉価ぶりについて、特に西側の軍事関係者からは懐疑的な声が多数上げられているが、そうした低価格を実現しているのが事実であれば、ステルス性能についてはかなり限定的との見方もある。これは F-35 ライトニング2であれば、機体そのものにステルス性能を持たせた設計としていることに加え、表面の塗装にも特殊なステルスコーティングが必須となっており、これが同機を高価格にしている要因とも言われているからだ。そのため、チェックメイトでは表面塗装のステルスコーティングは省略されており、機体そのもののステルス設計のみでコストを低減させているとの指摘もあり、単純な比較には意味がないと見る向きも多い。そもそも、ロシア初の第5世代戦闘機であるスホ、B-57 についても、2019年に、プーチン大統領は、同国空軍が導入する76機は、1機あたり約34億円相当だと述べて、西側諸国を驚かせた前科があり、額面通りには受け取れない。この時も、ロシア側は、スホ、B-57 の低価格を強調するために、まず開発費用を除外し、製造費用のみを機体数で割った可能性や、そもそも、ロシアの物価水準が、アメリカに比べ、格段に低いことも、大きな理由だと考えられた。さらに、スホ、B-57 を製造している統一航空機製造会社、UAC は、資本の9割以上を国が保有する国策会社である側面が強く、プーチン大統領が政治的に本来の2割以上のコスト削減を自身の手柄として掲げたことに従うしかなかったとも見られている。ただし、スホ、B-57 単体の価格が仮にプーチン大統領が言う通りに1機約34億円であったとしても、AESA 式シーカー等最新の電子制御を必要とする空対空巡航ミサイル等の兵装を含めれば、必要なコストは一気に跳ね上がるだろう。しかし、2021年7月現在でもスホ、B-57 の海外への輸出は確認されておらず、したがって、1機あたりの単価が、機体のみにし、の約34億円であるのか否かについては、何ら確定的な情報は、今に至るまで、ほぼ皆無だと言ってよい。このスホ、B-57 の海外の輸出先としても有力視されていたのは、やはりロシア製の兵器の輸入国として、筆頭に挙げられるインドであり、次いで、ロシア製地対空ミサイル、S-400 の導入で F-35 ライトニング2の調達を止められたトルコが続く。
興味深いのは韓国であり、2013年に F-35 ライトニング2の調達を決定したが、一時期は SU-57、スホ、E-57も検討の素養に乗せられていたと言われており、実際に同国の当局がこの事実を公式に認めている。ちなみに、チェックメイトとは、西洋将棋のチェスの勝利を告げる最終局面のことであり、ロシア側が第5世代戦闘機の最終的な切り札として、同機をリリースしてきたことを直接的に示したネーミングと言えるだろう。